これから朝朝ラボのあのホームページの方とかに掲載させていただく内容なんですけど、僕がなんかその伊達キムコさんっていう方に対して勝手に持っているイメージを3つ挙げさせていただいてそんなんじゃないよとか、あそれ当たってますって、ちょっとなんか今までの、まあ、人生とかを振り返りながら、なんでそういうイメージが出てきてるんだろうみたいなことを紐解けたらななんて思ってます。はい、一つ目なんですけど、やっぱり僕は強くチャレンジの人だとはすごく思ってまして、まあプロになるっていうことも多分大きいチャレンジだと思いますし、で海外ぐるぐる回らなきゃいけなかったもしれないですけど、そこにもたくさんチャレンジがあって、で引退されて一度でまた再チャレンジするってこともすごいことだと思いますし、なんかもう何をとってもチャレンジっていうイメージが強いんですけど、ご自身ではいかがですか？チャレンジは好きですね。なんか好きっていうことに気づいたというか、あ自分ってそういうチャレンジを繰り返してるんだなっていうことにを思い始めたのは実は最近というか、あのそんなに若い時ではなかったんじゃないかなと思います、ね、じゃあ若い時はある意味無意識的にどん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 、まあ、上手くなりたいとかそういう欲求のもと、そうですね、そっちの意識だけど、でもやっぱり、まあ、コーチの存在がやっぱすごく大きくって、うん、コーチがやっぱ常にそういうなんか難しすぎず、はい、でも簡単すぎないっていう課題をやっぱり常にこう出してくれてて、うん、やっぱりその一つそれを乗り越える時の達成感とか満足感とかなんかそういうものが体験できて、それを常にやっぱり求めていく自分っていうのが知らず知らずのうちに出来上がってたんだと思うんですね、うん、でそれがいつからかチャレンジしたい気持ちっていうのが常にこうなんか普通に見えてることはあんまりこうモチベーションが上がらないというか、なんかテニスをやめた時もパッと振り返ってみると4年に1回ぐらいはなんか自分でそれはテニスと関係なくても例えばマラソンチャレンジするとか、はい、エキシビションやるとか、なんか常になんかこう作ってるんですよね、それがああやっぱ私ってチャレンジすることが好きなんだなっていうことには気づいたのはどっちかって言うと、でももう30、20ファーストキャリアの間はそんなことあんまり思ってなかったかもしれない、それやめてからかもしれないです、はい、なんかチャレンジってやっぱりチャレンジしてうまくいくことばかりじゃないじゃないですか、失敗することもあって、でその失敗がやっぱり怖いとか辛いとかストレスがかかるから、やっぱり思い切ったチャレンジができないっていう方もやっぱ結構多いと思うんですけど、そのあたりのなんか捉え方とか、私は反対に子どもの時から一番が大好きなのにテニスで一番になれなかったタイプなので、なのでいつもどちらかというと悔しい、でもとにかく達成感を得たい、っていうことが、まあ、最終的にはエネルギーになってたんですよね、やっぱりさっきおっしゃってたそのコーチの方がいいハードルっていうか、いい課題を出してくれるってやっぱすごいやっぱり本当に大事かもしれないですね、いきなり無理なすごい高いハードルをこうやって設定されても届かないし、簡単すぎてもだから、その辺のなんかセンスみたいなのって、まあ今指導もされてると思いますけど、どういう感覚とか感度で設定されるのがいいのかなとかってありますか？まあ、私がチャレンジ好きなので、なんかこうやっぱり届きそうで届かない目標設定、っていうことは人それぞれ、みんな同じにはならないので、はい、人それぞれのまた性格にもよるし、どういうタイプなのか、あの人参ぶら下げてる方がいいのか、そうじゃないのかっていう、まあ、人それぞれの性格っていうことも分かった上での目標設定っていうのはすごい大事かなと。でコーチが私の若い時にやっぱ目標2つ持てって教えられたんですよね、で1つの目標しか持ってないとその1つの目標をクリアした時にやっぱりしばらくこう見失ってしまう時間っていうのが生まれてしまうので、やっぱり身近な目標とさらにもう一つを先にある目標、だから常にこの先の目標があれば最終的に
まあこれが最終ではないんですけど、途中段階の大きな目標があれば、ここをたとえクリアになったとしても、うん、やっぱり見失うこともないし、はい、満足することもないし、なので、まあ、そういうこともあってチャレンジすることの大事さと、まあ、その道のりをこう踏んでいく過程の、まあ、ちゃんとこうモチベーションをキープできる術として、そのちゃんと目標を持つ、2つ持つっていうことは有効的だったのかなっていうことは思いますね、うん、ありがとうございます、うん、今伊達さんがこれというなんかチャレンジされてるものって、現在進行形のものってありますか？私ですか、はい、私は今の私には反対に無茶をしないこと、逆に抑えること、もう散々やってきたのではい、はい、まあ膝の手術したり、こう年齢的にもやっぱりだいぶこう落ちてきてるので、うん、あの長くスポーツが自分の中のライフスタイルの中にスポーツをやっていくためには、今は私の中ではやりすぎないこと、それが 最終的には長くライフスタイルの中にスポーツがあることになるかなと思っているので、今の目標はちょっとでも体の声を聞いて、ちょっと痛いとかなんかうんって思う時にはしない、無理をしない、抑える方ですね、気持ちを。どっちかというとそっちですね、はい、ありがとうございます、はい、じゃあ2つ目なんですけど、まあ、チャレンジの人、じゃあ正解ってことって大丈夫ですか？あ、もうそれ大正解です。ありがとうございます。大正解です。じゃあ2つ目は諦めない人っていうイメージがやっぱ強いんですよね。なんか、まあ、それプレースタイルっていうか、あのプレーをされている時を見てもそうですし、まあ、さっきもお話ししたようにもう一回、まあ、選手になるっていうのも多分そうだと思いますし、まあ、さっきお話では負けず嫌いってこともおっしゃってたと思うんですけど、これどうですかね。スポーツにおいて、テニスにおいては絶対諦めないですね。だからこう人間人それぞれこう得て増えては必ず多からず少なからずあると思うんですけど、はい、そうですね、テニスとか自分の好きなものとか、うん、興味のあるものとか、はい、そういうものに関しては諦めない。でも諦めの潔く諦めるものもたくさんありますよ、はい、それってなんかもう、あ、これはさすがにもう無理だわっていう感じが明確な時ですか？まず興味がない。あ、そこそこ、まあ、それは興味がないとか、はい、苦手とか、うん、やっぱりそういうものはほんとすぐ諦めます。でもなんか僕勝手なイメージだと、苦手と言いつつも何かのきっかけでちょっと楽しくなる時ってあるじゃないですか。うん、ありますね。そうなるとまた変わるんですか？そうですね。だからあんまりこうものによりますけど、最初からこう拒絶反応を示すっていうことはせず、うん、一旦やっぱりトライしてみて、それでやっぱりこれはもう無理って思ったら潔く諦めます、うん、でもおっしゃる通り、途中で何かを掴んだ時に、うん、今までと違う印象になって、あ、意外とって思うことは多々起きますね、はい。うん、テニスでいうと、その一度、まあ、選手を引退された時の、まあ、気持ちとか、まあ、体のコンディションもあったかと思うんですけど、これはまた再チャレンジした時っていうのは、あれは諦めない、テニスを諦めないみたいなイメージなのか、まあ、なんか文章だけで見たら、その次の世代って若い世代に刺激を与えたいみたいなことをおっしゃったと思うんですけど、うん、あの時はどういうふうに捉えられてたんですかね。最初は本当に若い世代のプロの選手たちに、まあ、刺激、うん、まあ、外からいろんなことを、まあ、別に誰々をコーチしてるっていうことではないんですけど、ただ単にやっぱり女子の選手たちがもっと世界で活躍してほしいっていう、その思いっていうのは昔も今もこの先もきっと変わらないと思うんですけど、うん、だそこで、まあ、自分がやってきたことを伝えられるんであれば、伝えることによって彼女たちが何か変わるきっかけになるんであればと思って刺激を与えたい。でも外から言うよりは同じコートに立って示した方が早いんじゃないかなっていうことで同じコートに立ったんですよね。もうでも偉大な教育者の考え方ですね、それは。そうですか。なんかこういうふうに教えるとかよりは、やっぱり自分の行動とか姿で、うん、まあ、感じてもらうってすごい簡単じゃないと思うんですよね、うん、
でもそれになってだけど結局1年弱半年強で私自身が結局世界にチャレンジできるこうステージに立てたので、はい、でそっからはじゃあそれをまた自分自身世界で戦うことへのチャレンジにすることに決めたので、うん、そっからきっかけはそうですねきっかけはきっかけは刺激でした、はい、若い世代に、はい、でそれでずっとやってたんですけど半年ちょっとやったらもうランキングがポイント取れてランキングが上がってきたの で、はい、で私自身が世界の、まあ、テニスでいう WTA っていうところにチャレンジできる位置に来てたのでそれでそれをじゃあチャレンジするかしないか、うんと思って考えた時にやっぱりチャレンジするっていう方を選択したのでそっからは結局自分のためのチャレンジになりましたね、うんうん、あと今若い選手の育成もされているじゃないですか、うん、で育成ってやっぱすごく時間もかかることだと思うんですけど、うん、なんかその指導者としてなんかそのまあ愛情とか、まあ、教育をしたりとか指導したりとか、うん、それをなんかずっと持ち続けるのもすごく難しいこともあるようにも、まあ、自分もコーチはやってたりしたんで思うんですけど、うん、子どもたちに対してそういう愛情をなんかその持ち続けるためにそれも諦めるっていうことはちょっとあれかもしれないですけど、うん、なんか心がけていることってありますか？私はそのあまり指導者っていうつもりでは接していないんですよね、はい、ただただ自分が経験してきたことをまあ、伝えてそれを感じ取って、まあ、それを選択していくのはジュニアたち本人だと思うので、はい、まあ、それをきっかけに何か自分自身の中にアイデアが浮かんだりとか、うん、聞いたことによって何だろう新しい考え方が生まれたりとか、はい、まあ、それでも何でもいいと思うんですけどやっぱり自立してほしいし、うん、自分自身で道を切り開いていってほしいっていう思いが私の中にはあってだからうーん私は本当にきっかけ作りですかね、うんうん、でも何よりもまあ、ベースはとにかく日本の女子のテニス選手が世界により多く、はい、輝いていってほしいっていうことがあってじゃあそのために私しかできないことって何なんだろうって考えた時に、うんやっぱり、まあ、環境を整えていくことだったりとか経験を伝えることもそうだしまあ、無駄な努力をすることも必要な時もあると思うんですけど、はい、しなくていいことよりも他のことにエネルギーを使えることっていうのは山ほどたくさんあると思うので、うん、だからそういうところはうまく私が経験してきたことってのはもう盗んでってくれれば全然いいことで、はい、でも私はあんまりこういいことばっかりは言わないようにしてます、うん、やっぱり私自身も経験してきたことだけどプロになってツアーに入っていくと成功する人ってのはほんのわずかな一握りしかいないし、うん、はい、そのために時間とエネルギーと費やさなきゃいけないことはたくさんあるし、うん、中途半端な気持ちでは勝てる世界では絶対ないので、うん、だからそこに行くための覚悟をちゃんと持てるかどうかっていうことはもうしっかりと向き合って話をするようにしているし、できるよとかいけるいけるとか、うん、そういう簡単なことではない厳しさもしっかりと伝えていくっていうことが私にできることかなということは思いますね。でもそれでもやりがいのある世界だよっていうことも同時に伝えます、うん、はい、うん、ありがとうございます。じゃあ諦めない人は好きなことは絶対諦めないけどそうでもなかったら割とスッと切り替える可能性があるってことですねそうですね、まあ、テニスまあスポーツの世界もそうだと思うんですよ、まあ、オンオフの切り替えはね、はいはい、大事だと思うので、そうですね、その辺の切り替えを、はい、まあね、こう練習をする日しない日だけじゃなく、うん、こういろんな物事を考える中でもメリハリのあることがやってると、はい、あんまりこう思い詰めずこう取り組めていけるんじゃないかなというのは私の考え方ですね、うん、ありがとうございます、
じゃあ3つ目ですけど、僕なんか美学の人っていうのをなんか美学なんか自分なりに感じてまして、で言い方変えるとなんかやっぱこうやってお会いしてお話をさせていただくと全く違うんですけど、怖そうだなっていうイメージがあって、芯が絶対この方は強くあるから、なんか生き方とか、まあ選手としての美学とか生き方の美学みたいなことがなんか強くある方なのかなって個人的には思ってたんですよね。それっていかがですか？美学って言ったらなんか聞こえがいいですけど、そこまで持ってるわけじゃないですけど、ただそうですね、こう軸となるものっていうのはブレないと思う、こう、まあ、軸以外の、ね、幹はなんかこうちゃんと木に例えるならば、幹はちゃんと自分のやりたいやりたくないとかこうでありたいとかそういうものはあるんですけど、まあ枝だったりこう葉っぱだったりその辺はフラフラすることはやっぱありますね。だから結構何か一つのことを決める時っていうのはすっごい時間かかるタイプなんですよ。一通り全部のこういいことも悪いことも全部じゃあこれ一つやるかやらないかって言った時に、じゃあメリットはいくつ何があって、じゃあデメリットは何があってっていう比較もして、で最終的にデメリットがたとえ多くてもじゃあやるっていう風にした時に、じゃあどうしたら自分はやりたい気持ちモチベーションちゃんとキープできるかっていうことも考えて、それが何か見つかればやることもあるし、意外と時間をかけて、そこも意外でした。慎重っていうか、丁寧にやっぱりそこを考えられるんですね。そうですね。で最終的にそれでも答えが見えない時っていうのは最後の自分の直感を信じます、小さい時からなんかそういう考え方だったんですか、それとも徐々に変化していったんですか？徐々に変化ですね。やっぱりテニス、まあ、なんだかんだテニスっていうのが軸になっているし、なんかこう生き方として、生き方っていうか考え方として、まあ、常に逆算生活なんで、だからゴールがここにあって、ゴールを達成させるためにじゃあ何をしたら自分が満足するゴールなのか、でそのためにじゃあ何が必要なのか、じゃあそれをどういつどれぐらいやればいいのかっていう考え方ですね、常に、何事も。トレーニングの内容とかその量とかっていうのはなんか妥協しないっていうイメージもすごい強いんですけど、勝手になんかやっぱり体調によっては今日はまあこのぐらいで切り上げた方がいいかって。ああ、ちょっとありますよ。ありますか？あります、あります。まあ、私はどっちかっていうと時間よりクオリティ重視で、若い時、まあ本当の若い時コーチと一緒にやってた時っていうのはコーチにやらされる時間もやっぱり若い時っていうのはね、そういうのも必要な時期もあるので、そういう時もありましたけど、まあある程度自分の年齢と来た時っていうのはもう自分で練習内容、練習の量、練習の質っていうものもこう自分で決めてたので、だからなんか初めて見たけど今日はちょっとなんか気分が乗らないなと思ったらもう1時間ぐらいで切り上げて帰っちゃう時もありますし、ただやっぱりこうどっかでやっぱりそれをまた穴を埋めしなきゃいけない時間っていうのも必要だっていうことも自分の中で分かっているので、結構セルフコントロールはできるタイプには年とともになっていきましたね。なんか真面目な選手って結構トレーニングをカチッとやらなければいけないんじゃないかとか、なんかそういう今には足し算引き算みたいなのがうまくできなくて、ちょっとがんじがらめになっちゃう人もいると思うんですけど、なんかいいアドバイスとかってありますか？こんな風に捉えたらいいんじゃないのっていう。逆にサボりがちな人もまあいるはいるじゃん。そうなんですよ、そこが難しいところなんですよ ね、だけど私がいつも思うのは、その何かを上手くなりたいとか強くなりたいっていうのは時間じゃないと思うんですよね、絶対に。だけど絶対的な練習量も必要なことも事実、で時として1日休んでもそんな急に下手には絶対ならないので、ただ若いまだ小学生中学生高校生ぐらいっていうのはやっぱり
テニスで言うならばボールをたくさん打つ方が当然それはもう全部がこうスポンジのように吸収できるので、そういう時期は必要だと思うし、でもそれでも体が例えばね、そんなにこう中学生ぐらいから体のボディケアがフルにプロのようにできるわけではないと思うので、だからいろんなことが学びにはなって吸収できることだと思うので、なんかこう難しいですね。練習量じゃあ何時間がいいんですかって言われても難しいんですけど、とにかく意識、なんかトレーニングするにもただこうじゃあ例えばダンベルを持ってじゃあやりますって言ってこうやっておしゃべりしながらダンベルやっても、ここの何を鍛えてるのかっていうのもわからないよりは、ちゃんと黙々と今ここの筋肉を鍛えてるんだな、ここやってるんだなっていう意識を持つと、やっぱり効果が違うのが一緒と一緒で、だから練習するにもただボールを100球打つよりも20球しかボールは今日は打てないって言った時に、20球本当にじゃあもうこのコーナーを狙う意識を持って20球打つのと、ダラ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 100球打つのと、じゃあ20球の方が絶対にいいっていうことは思うので、だからそういう自分自身の何のために今どういう練習が必要と思って今今日この時にコートに立って練習をしているかっていうことを考えられるようになることの方が私は大事かなっていうことは思います、やっぱり質に目を向けたりとか質を上げるっていうことをするにはやっぱり多少経験が必要ですかね。そうですね。かやっぱりまあそこにいるコーチがやっぱり導いていく力っていうのは求められるかなと思います、ありがとうございます。伊達さんの今の、年々、僕たちもそうですけど成長多少してると思うので変化あると思うんですけど、今のご自身の生き方としてのさっきおっしゃった幹の部分で何かキーワードってどういうのですか。テニスってやっぱり本当に究極の一人なので、全てにおいて幹を作るっていうのはやっぱある程度いろんな経験をしていかないと幹っていうのも出来上がってこないし、木もね最初は細い木がだんだん太くなってくるわけで、だからその細い木をまず植えるっていうことはもうみんなテニスと出会ってるわけなので、それをどういかに中のスカスカではなく詰まったこう幹にして育てていくかっていうのも自分次第、だからとにかくその自分次第で決めれるっていうことが自分にあるっていうことに気づいてほしいかなと思います、なんかこうやらされるとか、やらなきゃとか、なんかよく勝ちたいってみんな口にするけど、なんかよく私いろいろ考えててふと思ったことがあるんですけど、どうして日本人っていうのはこうなかなか勝てないんだろうと思った時に、やっぱり日本人は勝たなきゃいけないって思ってしまう、でも欧米の選手たちはやっぱり勝ちたいっていうことにこう執着していく、だからそこは自分自身が最終的にこう責任、自分の責任を自分で持てるかっていうところが、やっぱり勝たなきゃいけないっていうのはじゃあ誰のために勝たなきゃいけないんだって話じゃないですか、自分のためにやってるはずだし自分が勝ちたいと思ってたはずなのに勝たなきゃいけないっていうことになること自体がもう私にしたらおかしいんじゃないかなと思うので、やっぱりそれを自分が選択する権限を持ってるっていうことを自分自身が早く気づいていける人は夢を早く実現できるし、結果も残せていくようになるんじゃないかなって思います。自分に素直にとか自分を大切にとか、そんなのがやっぱりキーワードってことですね。じゃあね、そうですね、自己責任とかもそうなんですか。自己責任、それはすごいなんかしっくりきます、あと覚悟、最近よく言ってるのは覚悟ですね、ありがとうございます。なんかやっぱり
やっぱり美学っていうか、なんかその、まあ、美学って言い方がいいのか芯があるっていう言い方なのかちょっと微妙だったかもしれないんですけど、うん、なんか僕が今すごいイメージしてたような方なんだなとは勝手に思いました。でもどれも鋭い指摘です。最後なんですけど、はい、僕たちが勝手にイメージしている伊達さんと、まあ、今お話をして合ってる部分もあったかなと思うんですけど、これ多分イメージと違う私ってこんな自分いますよみたいなのって言えるのってあります？意外とこうなんですみたいな。私ですか、はい、意外とそんな強い人間じゃないです。意外と弱いから強くいなきゃっていうところから強くなれたし、実際、うん、強がらなきゃいけなかったっていうのもあるし、はい、それがだから強がってたら強くなれたっていうのも。臆病ではない。臆病です。なんかみんな、ね、みたいな反応ですけど、皆さんからするとなんかとりあえず肉食動物界の話をしてるんだろうなみたいな。動物界じゃなくて。なるほど、ね、まずそこのランクなんじゃないかなっていう認識あるような気がするんですけど、でもあの新しいことにトライするときはすごく臆病ですよ。うん、何事も。だから何事も。何事も。だから意外と大丈夫大丈夫っていうタイプじゃない。すごい慎重派です。臆病だから。じゃあ準備とかにやっぱり相当気遣ったりする方ですか。あ、それがね意外とそうでもない。そこが私なんですよね。そこも意外ですね。ダブル以外ですね。そうなんですよね。はい、いやすることはするんですよ。はい、でもそこまでそんなにこう細かいタイプじゃないんですよね。なんかふっと降りてくるんですよ。なんであんまりこうガチッとじゃあ考えようとかって思って考え、うん、準備するっていうよりは意外とこうなんだろうシャワー浴びてる時に降ってきたりとか。うん、だーと思ってメモしようと思って、あ大丈夫頭の中入ったと思って、あれ何だったっけなとか、ありますそういうおちょこちょいなところも多々ありますけど。臆病臆病ですよ、ね、だからあのトレーニングとかやっても新しいメニューで1回目って言って1回目でできるようなタイプじゃないです。あ、そうですか、はい、コツをつかむまでこう繰り返して繰り返して繰り返して、うんうん、やっとつかんだらもう逃がさないです。はいはい、でもそこまでは結構あの時間もかかる、器用じゃないし時間かかるし、うん、臆病だからちょっとこうちょっとこうブロック入りますね。うん、っていうのあります。あ、じゃあ人に対しても割とそうですか。人に対してもそうですね、あんまりこう自分から自分からオープンにっていうタイプではないですね。うんうん、今回のでも、まあ、札幌でいろんな方の協力をいただいてこう開催させていただいてますけど、はい、札幌メンバーは大丈夫でした。大丈夫でした。大丈夫でした。はい、とてもスッと入りましたね。なんかとにかくまた来年も伊達さんにもね、なんか来ていただいたりとか、さらなるちょっとね、あのチャレンジできたらなと多分みんな思ってると思いますんで、それも大丈夫ですか。全然大丈夫です。もう北海道大好きですから、はい、ぜひ呼んでください。来年もおそらく、来年以降もですね、多分ずっとお声多分かけさせていただくと思いますので、ぜひよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。すいません、インタビューもこれで終わりたいと思います。はい、ありがとうございました。